ビスマルク諸島、ビスマルク諸島は太平洋、ニューギニア島沖にあるパプアニューギニア領の諸島。名前はドイツの最小オットフォンビスマルクにちなむ。多くは火山島である。パプアニューギニアの地方行政区画、ビスマルク諸島はビスマルク海を取り囲んでいる。主な島を州ごとに示すと以下の通り、1615年から1616 16年にかけて、 スホーテンが航海したルート。史上初めてホーンミサキ周りで太平洋を横断し、航海の最終盤にビスマルク諸島に至っている。ビスマルク諸島の先住民はラピタ人である。ヨーロッパ人で最初にこの諸島を発見したのはオランダ人公会社のウィレムスホーテン、ウィレム・コーネリス・シュートンで1616 16年のことである。しかし1884年に ドイツ領になるまでヨーロッパ人は住んでいなかった。第一次世界大戦が勃発すると、1914年にオーストラリア軍が占領した。その後オーストラリアの委任統治領となり、途中第二次世界大戦での日本軍による占領を挟み、1975年のパプアニューギニアの独立までオーストラリアの統治下にあった。なお、 第二次世界大戦中の1943年に日本国内で発行された国民学校初等科6年生向けの教科書、初等科国語7において美しい島々に住む心、有識住民、ラバウルの大きな港などが紹介されている。ありがとうございます。